コンパスの北と地図の北はちょっとずれてるんですよ。ちゃんとした地図を持ってもすぐ迷ってしまう。どうも、トキッチです。今回は登山とかで使う地図を、作成していきたいと思います。で、もちろん全部無料なんで、ぜひぜひぜひこれはマスターしていただきたいと思います。ではやっていきます。で、環境は、まずパソコンとプリンターと、あとネットですね。ネットがつなげるような状態であることが条件です。で、まずネットで検索サイトに行ってもらって、地理院地図で検索してみてください。そうしたらこういう感じで地理院地図 GSI マップス国土地理院と出てきますので、これをクリックします。そしたらこういう地図が出てきますので、こんな感じでですね。で、これで、一応スクロールの上が拡大ですね。こういう感じで拡大していきますんで。で、下が、下が縮小か。で、拡大、縮小になります。んで、左クリックを押しながら、マウスを動かしたら、そのマウスと同じ動きをします。地図が動いてきてくれますんで、こういう形で操作していきます。OK ですかね。で、まずは、自分の今度登山したい山で検索します。まずここですね。ここで、六甲山。僕、今度六甲山行きたいなって思ったら、六甲山で検索していきます。ほな、こういう候補が出てきますんで。で、兵庫県神戸市東灘区の六甲山を行きたいなと思ったら、これをクリック。ここに出てくるという形になってきます。で、こういう感じで兵庫県ですね。で、今度は、実は言うと、地図の北と実際のコンパスの北っていうのが、ちょっとね、ずれてるんですよ。で、そのずれがあって、まあ、西北やったっけな。ちゃちゃちゃ。ちょっととりあえずずれてて、ずれてまして、で、通常のコンパスの本当の北っていうのを表示させたいなと思います。それがツールの、ここに出てきますんで、その他になります。で、これ、地北線ですね。をクリックしてもらったら、こういう赤い地北線が出てきますんで、これが実際コンパスの北なんです。ちょっとだから西側にちょっと斜めになっているという形になってますね。だから、コンパスの北と地図の北はちょっとずれてるんですよ。それだけ覚えといていただければと思います。で、これで地北線を表示させましたと。で、これはまあいらないと。で、まあこれだけでもいいんですけど、自分のルートが分かっている場合ですね。それをちょっと、太文字にしたいなという形にする場合、作図ができるんですよ。で、それが一応ですね、例えば、六甲山、まあ、これ、仮にですよ、こっから行きたいなと、これがまあ登山道で、で、こっから、まあ、これが登山口としますやんか。なら、こっから行きたいなと思った場合、一応まあツールの、で、今度は作図ですね。作図で、ほな、こういう、
あれが出てきますんで、表示が出てきますんで、線ですね。線を追加という形で。で、どっちでもいいんで、スタートは。で、まあ、とりあえず登山口がもしここやとすると、一回クリックを押すと。そうしたら、こういう形で、まっすぐな線が引けるんですよ。で、引いていきます。で、一回押すごとに、こういう感じで、ここまで線を引いて、まだ行けるんですよ。こういう感じで。で、パッて失敗したとするじゃないですか。んだら、ここにカーソルを合わせて、右クリックを押したりすると、ここのブンブンが削除されますんで、ほんでまたやり直しという形になります。で、こういう風に左クリックを押していったら、また線が引いていけますね。こういう感じで引いていくんですよ。こういう感じで引いていって、で、移動する場合は左ボタンを押しながら、この上に行きたい場合は、マウスを下に引いていくという形です。こんな感じで引いていきます。で、これで終了という形になりますね。で、まだこれちょっとまだ、なんかまだ、なってませんが、こうやって。だからこれをね、ここをね、もう一回押したら終了になるんですよ。で、こういう形でこういうのが出てくるんで、ダイアログが出てくるんで、まず色を、まあ僕の場合、赤が目立ちやすいんで赤にして、で、まあ3から5ぐらいかな。とは思うんですけど、これはもう好みなんで、ちょっと何とも言えないです。で、僕、これは5にして、で、OK を押すと。そしたら、こんな感じで赤線が引かれるという形になります。そしたら、自分の登山ルートが見やすいよっていう形になってきます。で、まだ、自動でまだ確定してないんですよ。で、確定ボタンを押すと。ほんならこれで、確定しましたよっていう形になります。で、次に、この地図を、要するに、持っていかなければいけないじゃないですか。その場合、どれやったっけ？あ、これ。印刷ですね。印刷を押して、こんな感じで、できると。で、ここで、A4 横とかにもできますんで、その地図とか、横に長い、登山ルートやったら、横にしたらいいと思いますわ。で、今回縦に長いんで、縦のままで、で、こうやって、左クリックを押しながら移動的させますんで、こんな感じ で、まあタイトルなんか何でもいいと思うんで、六甲山とか三島山で、で、印刷を押すと、今度はプレビュー画面が出てきますんで、これがいい、これでいいか確認してもらって、で、印刷
そしたらこのように地図ができましたと。で、これで登山に持っていきます。そんな感じですね。で、あとは一応元の画面に戻ると、で、これをあとはあれ、もう一回作図ファイルまで戻ってもらって、これか、これを GTS データで保存できるという形になります。KM ちょっと僕ここら辺は分かんないんですけど、適当でいいと思います。まあ多分こっちが優先でしょうね、多分これでいいんちゃいますかね。容器の内容で保存と。で、もうこれでいいですかみたいな感じで。で、あの、保存したら自分のパソコンへ保存します。で、多分僕あのダウンロードされたところにダウンロードします。これでもこうしたらもう消えるか、消えるね。で、また見たい、また見たいとなれば地理院地図を開いてもらって、ツールの作図ファイルで、これですよね。読み込み、ファイルの、で、さっきのこのダウンロードしたやつ。で、読み込みを開始という形になると、また、見えますんで、そんな感じになります。まあ、簡単な地図作成を、だけやっておきますね。以上、ドローン空撮旅人の時です。時でした。グッド呼び、チャンネル登録、よろしくお願いします。ドローン空撮旅人は、観光旅行の絶景のドローン空撮、キャンプや登山の癒しの風景や、ギア、道具などの動画を上げていきますので、よければ、グッド呼び、チャンネル登録、呼び人登録、よろしくお願いいたします。